皆さんこんにちは。インターンシップをさせていただいている小野樹里と申します。2回目ではありますが、今日で最後となります。2日という短い時間でしたが、見ていただきありがとうございました。前回は初対面の人たちと打ち解けたところまで話しましたね。今日は前回の続きから話していこうと思います。私の行ったゲームジャムでは、あらかじめ運営から大きな題材を決められていたのですが、その題材というのが乗り越えるというものでした。何を乗り越えるなどの縛りはなく、どのような形でもいいので乗り越えるを含ませなければなりませんでした。このルールがあるせいで、というかこのルールがあるおかげで、すべてのチームで議論が深まっていきました。私たちのチームは、この乗り越えるという題材を山を乗り越える、自分を乗り越えると捉えました。具体的な内容としては遅刻しそうなので、2人で協力して山にある近道を通って、時間内に間に合わせるというものでした。これから制作に入っていくわけですが、2日という短い期間に加えて、プロから素人という技術の差が大きなチームなので、自分たちで作ることをでき、かつそこまで難しい技術を必要としないゲームを作らなければなりませんでした。そこでプロの方の鶴の一声で、Unity のフリーのアセットを使おうということになりました。そのアセットというのが 2D のアクションゲームを簡単に作ることのできるもので、今思うとあれがなければ完成していなかったのではと思います。制作し始めたのはいいのですが、最初の方のプログラムはプロの方に頼りきりでしたので、プログラムをあまりできていなかった私は、もう一人の同年代のプログラマー志望の方と一緒にステージを作っていました。そのステージ制作でもエラーの嵐で、プロの方に聞きながら一緒に作っていた方と一つ一つ修正していきました。ゲーム制作自体は数多のバグやエラーを出しては直しで順調に進んでいたのですが、ここでプロの方から作業を振られたのです。その作業というのも、プレイヤーとプレイヤーが協力するプログラムを組んでほしいというものでした。初めてプロの方から作業を振られた瞬間であったので、とても緊張したのですが、期待に報いたいと思い、2人で作り始めました。結果から言うと、終了時刻の2時間前になっても作ることができなかったので、プロの方にその作業を投げてしまいました。あの瞬間ほど悔しいと思ったことはありません。様々な後悔のあったゲームジャムでしたが、最終的には納得のいくものが仕上がったと思います。これを見た皆さんもゲームジャムに参加してみてはどうでしょうか。楽しいことばかりではありませんが、大切なものを学ぶことができると思います。この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。